けれたけれたけれ心を殺すことはあるでもなんか嘘つくのも嫌やし清人に正直に言ったんですよ、はいはい、俺も辞めると、はい、光に話したと清人は実は裏切ったと、はい、でこんなことやってる俺たちは、うん、で清人がものすごく悲しい顔してなんでそんなことするん、うん、なんでそんなことするんって、うん、やめろやそんなことっつって、はい、それでなんかもうみんな号泣したして、うん、でも殴ってくれって俺清人に言って、うん、なんで殴らねえかんのかその自分が楽になりたいためだけに俺はそんな自分の拳で痛めんって言って、はい深いなと思って、うん、そっからなんかもうでも俺は裏切ったしみたいな、うん、それはやめれんのかと、うん、その悪いバファリンは、うん、いややめれると、うん、じゃあそれをやめてやめれるのやったら一緒にお笑いで天下取ろうやって言ってくるんですその言葉が嬉しくてもう俺はそっから覚悟決めましたあそこが本当の本気なの本当の本気なとこですねそれで清人が1ヶ月後に本当にそれやるんだったら、1ヶ月後にこの、オーディションがあると、はい、でこれに優勝すれば九州代表に選ばれば東京ドームに行けて司会が今原さんと東野さんやとそんな大会があるからっつって2人のコンビのネタはあるからそれを練習しようって1ヶ月間みっちり練習して清人は仕事終わり俺は学校終わりに2人の間の駅で集まってビルの下でもうひたすら漫才の稽古やってで先生のところに1ヶ月後その本番当日オーディションの当日に先生に見せろネタを見せてくれと言われたから先生に初めて2人のネタを見せたんです先生がもう大爆笑してそれが自信に変わって先生がじゃあ会場まで送るわって送ってくれてそれで行ったら清人が結局エントリーしてなくてでどういうことみたいなエントリーせないかんのってなっていやそらそうやろってなったんですけど先生が頼み込んでくれてじゃあ順番最後でよければって急遽出してくれたんですよすごいで出たら優勝しちゃったんですよすげえでそのまま東京ドーム行ったんです高校生 で東京ドーム行ったんですけど結局そこではもうトーナメントでもう1回戦で落ちて負けちゃったんですけど終わった後に当時福岡事務所の所長さんが僕ら呼ばれて君ら福岡なんやろって言われて卒業してどうすんねんって言われて、はい、いや何も決めてないそしたら吉本来なさいって言われてえ吉本入れるんですかって言ってでもう嘘やでって言われてで福岡事務所の所長さんの輪で渡されて、はいはい、それでもう入れましたすごい、かっこいい入り方としては少しエリートみたいな感じですか福岡事務所的には福岡事務所的には優勝したでも2組しかいなかったんでその僕らともう2組っていうあ一緒に入ってきた一緒に入ったのが、それこそ今のパンクブーブーの黒瀬が前のコンビでそのバレッタっていうコンビで来た一緒に4月1日に一緒に会ったんですけどそれ黒瀬くんも僕の地元の阿久島の9代目の副総長なんでそこで久々の再会果たすんですよねあれ黒瀬先輩じゃないですかみたいなそうか黒瀬さんはそうか同期ではあるけど年付けは先輩なんですそうそうなんですよ地元の3つ上なんで珍しいですよだから同期で地元で一緒でその2組しかいなかったもう一人なんか中島部長って5人しかいなかったんですけど同期、はい、その中で3人まだ残ってますから、はい、珍しいですここが吉本ではまあ異例ですね、うん、一番少なかったのは木が8期生で、はいはい、1期生が花大さんで、はい、6期生に広瀬さんがいますね広瀬ですのそうなんですね、はいはいはいひたすら劇場とか地元のテレビとかに出る感じですか？いやテレビは出ましたねテレビはもうすぐ3年目ぐらいでもうレギュラー3本ぐらい決まって冠番組もやってました福岡県はいあでちょうどその時になんかもう結構素人を使う番組ででなんか再放送の時間帯が花大さんがやってる番組の裏番組僕らやってたんですよで当時に所長が変わってその大阪来た所長さんがなんでこれ福岡吉本同士で争ってんねん数字をみたいな、はあはあ、で僕らの番組をオーラさせられたんですよ、何してんねんってなって、でうちは花台だけ裏ええねん地方事務所がって言われてめっちゃ悔しかったんですよいや辛いっすねそれいや辛いっすよでそれでもう結局全部ライブだけになってどうしたんやろこれと思ってやっぱこう花台さんの信頼がやっぱすごかったんで潰すとまでは思ってないですけどやっぱ超えたかったんです花台さんを
まあでもそうっすよね、やっぱり福岡でトップ取んないと東京でも通用しないと思ってたんで、うん、でも勝てる気はしなかったんですよ、うん、だから花田さんに言いに行ったんですよ、東京に行ってくださいと。なんでって花丸さんに言われて、はいはい、世代交代しないんですよって。はい、当時大阪はそのね、千原兄弟さんが抜けたら次藤原さんみたいなって、藤原さん抜けたら陣内さんみたいな、こうどんどん東京に行ってって世代交代していったのに、なんかこう福岡だけずっと花大さんいるから、それはもう花大さんですよね、テレビ局も使うの、はい、ってなってくるから世代交代しないから行ってくださいって言ったら、もう俺らは行かんばいって言われて、もう30過ぎて行かれんばいって、もう俺らも一回行こうとしたけどもう失敗したから、もうこれから行くことはないからって言われて、その時にもうじゃあ東京行きますってなりました。ああなるほど、それで、はい、バッドボーイズが東京進出なわけですか。はい、だから ここでだからもう行っとかんとと思いましたね。そしたら20代ってことですか。20代です、24歳ですね。あ、もう若いっすね。そうなんですよ、だからもう本当その時に、当時福岡吉本はなんか東京行くのはやめないといけないみたいなシステムやったんですよ。福岡吉本一回辞めるみたいなことですか。だから福岡吉本が東京吉本に移籍っていう進出はできなかったんですよ。お昔は。なるほどね、複雑っすね。意味が分かんないじゃないですか。そうですね、あんまなんか一発では理解できなかった。そうそうそうなんです、だからそのそれこそだから広瀬さんとか、はい、東京行くってなった時にじゃあクビってなったんですよ。で広瀬吉本じゃないじゃないですか、サンミュージックとか行ってたじゃないですか。で俺それが本当に意味納得いかなくて、で僕らのだから二公演の6期生たちはもうこぞって首突きられたんですけど、へ、地方事務所のルールとしてはその今でこそ、分からなくもないですけど、言ったら吉本からしたら一組スターが生まれればいいってことなんですよ、地方事務所の芸人はっていう、うん、まあ嫌な言い方したらあれですけど、はいはいはい、各事務所から一組スターが生まれればいいっていう任務で所長たちが来るわけですよ。でも福岡にも花大さんがいたからもういらないっていう、僕らはそれを所長が変わって言いに行ったんですよ、うん、その、まあ、当時マンスリー吉本を見てて、マンスリー吉本ってあったんですよ、座敷に。それで地方の事務所の全員の札幌事務所、名古屋事務所、東京、大阪の情報が全部そこに知れるんですけど、はい、だからそのマンスリー吉本読んだら、なんか高野都市が東京進出みたいな、東京移籍みたいな記事を見て、はい、え、なんで札幌事務所、俺大阪しか行けないと思ったんですよ、大阪から東京にしか行けないと思って、はい、え、札幌事務所は辞めんで吉本東京入れんの、これで疑問に思って言いに行ったんですよ。いや、なんで福岡吉本だけ同じ吉本なのに辞めて他の事務所行かなきゃいけないんですか、東京行く時って。東京、なんで吉本なのに東京行けないんですか、高都市行ってますやんみたいな、はいはいはい、言ったら、いや行けるでって言われて、えって、え、辞めんで行けるのってなって、はいはい、おい、行けるでって、え、いつ行くねん、明日からかみたいな、いや、明日から行かないですよみたいな、で1年後行かせてくださいっつって、でそっからも単独ライブを毎月やろうっつって、あとバイトとお金を取らず貯める、その時24歳っていうですね、23でそれ決めて24で行きました。なるほど、要はさじ加減ってことですか、その所長さんの。所長さんのさじ加減でしたね、なんとか。まあでも、まあ、そういうもんで、まあだからその自分の手元から離れんのかいっていう、じゃあクビやっていう。なるほど、まあもう本当にまあ昔ながらの本当に、まあ、今やったら圧力とかで言われるんでしょうけど、まあ、当時はもう本当にね、そんな別に圧力とも何ともなかったですから。なるほどね、はい、じゃあそのまあでもゼロスタートみたいになるわけじゃないですか、東京に行くと。ゼロでした、ゼロでした。でも芸歴がリセットされるわけじゃないですもんね、別にね。そうですね、だからもう俺はもう当時もう3年行って飯食えなかったらもう辞めるって決めてましたね。もう27歳だったらもう一回福岡帰ってなんか別の仕事しようと思ってましたね。行ったらまずで劇場に出るんですか、東京に。東京行って劇場ですね。だから普通に当時5時6時と7時9時ってルミネがあって、で5時6時からっていう風に聞いてたんですよ。7時9時は1個もう上のスターが出る場所みたいな、はいはいはい、やったんですけど、5時6時からもう出れるよって言われたんですけど、全然行ったらそれで話違くて、ゴングショーからだよって言われて、だから全部芸歴リセットされた感じですね、そこで。あ、でも本当に1年目の子たちと戦いました。1年目の子たちと戦いました。で1分ネタをやって、はい、でそれに合格すれば100円芸人になれて、2回合格すれば200円芸人、3回で300円芸人で、4回で400円芸人、5回合格してやっと500円芸人で、1つの舞台で500円ギャラがもらえるっていう、そんなシステム。システムさ、だからゼロです、ゼロ円です、でもすぐトントントンと、まさかでもすぐあの500円芸人全部ストレートで上がりましたけど、まさか、まあ、やって、まあ、6年やってたんで、うん、はい、へえ。
500円芸人さんになってからは、はい、56人出るってことですか？56人出ました、はい、だ当時本当派手の扉でロバートインパルスとかその辺キングコングとかキャーキャーの時ですね。あ、はい、2002年とか2003年ぐらいかな。なるほど。その2002年ぐらいか、2002年の時ですね、はい、僕ら東京の時は。ちなみに、はい、そのパネルメンバーっていうのは佐田さんから当たると同期に当たるんですか？全然後輩でしたね。はい、はい、年齢はロバートは同級生でインパルスは一つ上でキングコングは2個ぐらい年下なのかな。そうか、芸歴でとか18から始めてるから。そうそうそう、だから結構同期僕らが一番年下ですね。だから先輩年は上なのに後輩っていうやつはいっぱいいますね。あ、だから18卒業すぐ NSC も行ってなくて入ってるんで。はい、3年売れなかったらやめようと思ってるけど、なんかその あったんですか、劇場に出続けて、あ、芸人だけで食ったけどなっていうなったタイミングとかって。いや、もうオーディションが東京まずすごく多いのにびっくりしたのと、はい、もう来てすぐにオーディションで映画の主演決まったんですよ。はい、これと思って、映画の主演はもうドッキリかなと思って、はい、でも全然ドッキリじゃないし、で映画の主演決まって、ですぐなんかテレビもなんか来たんですよ。なんかやり逃げ工事、やりすぎ工事ですね、はいはいはい、のなんかヤンキー芸人みたいな、はいはい、ヤンキーですぜみたいな、でそれにも呼ばれて、でそれですぐ滑らない話決まって、はい、一発目出てみたいな。もうそれが東京って1年目の出来事やったんで、トントントンなんです。そうなんです。でその翌年にはもうその10カラットっていうノリさんのオーディション番組がスタートして、はい、原石っていう、はいはい、TBS の、はいはい、でそこでもうテレビそこでネタやってみたいな、でオーディションで10組なんか決まってコント番組が TBS でできるみたいななんかなったんで、それでレギュラー決まったんですよね。でもその頃からレギュラーずっとありましたね。もう、はい、テレビはだから皆さん知らないだけで結構ずっとずっとテレビはずっとあります。はい、AKB とかもやられてましたね。はい、そうそうそう、ちょうどそれ10カラット終わった後ぐらいに別の番組レギュラー1年やって、ラジオも1年ぐらいやってて、その後 AKB やったんで、だから全然レギュラーがなくなったことはなかったですね。なるほどね。はい、ちなみに M1 とか、うん、ああいうザ・漫才とかは、ええまあ、どんな風にチャレンジしてたんですか？2001年から始まって、2001年福岡事務所やったんですけど、はい、その時に、1回戦受かって、で2回戦行く時に福岡でもやんないから東京か大阪で自腹で交通費出し行かなきゃいけないって言われたんですよ。でお金なかったんで棄権したんですよ。でその時も花大さんだけは交通費出すって言われて、もうそれがとにかく気に入らなかったんですよ。なんでやと、はいはい、なんでやって、なんで花大さんばっかやのってずっと、まあ、それはしょうがないですよね、事務所からしたら。それはもうそこが一番可能性があるところですから。で花田さんが準決勝まで行ったんかな、2001年、はいはい、で結局僕ら1回戦でリタイアして、その時中川家さんが優勝したんですよ、はいはい、その時中川家さん優勝して、翌年から中川家さんが爆売れしたんですよね、はいはい、で M1 ってこんな効果あるんだと思って、2002年はとりあえず1回戦福岡で受けて、自腹でもいいから東京に受けに行こうと思って、はいはい、大阪は何回見たことあったんですよ、はい、なんかそのベース吉本になんか、はいはい、一応福岡吉本でライブ優勝したら大阪でネタができるみたいな権利が得られるみたいな、だからしょっちゅう優勝させてもらってたんで、大阪でネタやってたんですけど、それで東京行ったことなかったから、その時に初めて2002年の時に初めてルビンで舞台立ったんですよ、2回戦で、はいはい、博多弁ってどうなんやろうと思ったら、伝わるのかなと思ったらめちゃくちゃウケたんですよね。何言ってるか多分分かんないで笑ってたんでしょうけど、その博多弁が多分珍しかったでしょうね、でめちゃくちゃウケて、で2回戦受かったんですよ東京で。なんか東京で受かれてるやったら自信つくじゃないですか。で3回戦行って、で3回戦で落ちたんですよね。で、2003年にだからもう東京行こうって、それで東京行きました。あ、なるほどね。うん、そのあれもあって、でもやっぱ決勝は難しいですか？準決勝まで受かって、そうですね、2003年でも2003年は多分ね、すぐ逆に2回戦で落ちたんですよね、東京で。で2004年に準決勝まで行って敗者復活戦まで行ったんですけど、やっぱ厳しかったですね。でなんか結構 M1 でもなんかいい感じみたいな感じで言ってくれる人もいたんですけど、でもなんかそんな全然本当にダメで、で2005年も準決勝だったかな、3回戦だったかな、準決勝忘れましたけど、とにかくそこは準決勝準決勝準決勝みたいな感じやったんですけど、で2006年がもうラストイヤーやったんで、もう準決勝止まりでしたね。なるほど、はい、決勝の狭き門にはいけなかったですね。
高いって壁って、ま、だもう見てるだけでも変わってきますよね。そうでしたね。チュートリアルさんが優勝した年が僕ら最後の年でしたね。ラストチャンスでした。そこもうその時点でラストイヤーだった。ラストチャンスでしたね。2006年が10年目ですもんね。元年、はい、当時は10年目までだったんで、15とかですもんね。はい、その時はもう僕ら10年目やったんで、もう、はい、中途2006年ですね。ラストチャンスでしたね。チュートリアルさんは先輩になるんですか。先輩です。だからあそこは同級生コンビで、福田さんが多分僕らより本当は1年後輩なんです、芸歴が。ああ、そっか。でも徳井さんが、そうなんです、コンビ歴なんで。徳井さんは芸歴上ですけど、あの福田さんが下なんで芸歴が、はい、でそこでコンビ組んでから10年なんで。ああ、いけてたってことですね。そうなんです、いけてたんですよ。へえ、そうなんですよ、そうなんですよ、はい。今は、うん、バッドボーイズとしての活動というと、はい、2人でどういう仕事をしてるんですか。もう劇場だけですね。もう営業もないですし、まあ、舞台だけですね。だから月に2回ぐらいしか会ってないですね。キヨトさんは漫画描いてるんですもんね。漫画描いてますね。そうそうそう。だから2000何年かなんかにザ・マンザイが多分最後、なんか2014年ぐらいに多分ザ・マンザイ終わったんですよね、はいはいはい、なんか2015年から M1 復活したじゃないですか、はい、でザ・マンザイも認定漫才準決勝まで行ってたんですよ、はいはい、でそこも芸歴ほら取っ払ってたけど、結局それも出れなくなったんで、そこで清人と話したんですよね。もう俺ら賞レース出ることはないよなって。あ、どうする今後っていうちゅうので、まあ、お互いやりたいことをやろうよっていう話はしましたね。だからそこで俺は本当に役者の道、結構舞台もその頃ちょっと出させてもらってたんで、うん、舞台興味があってドラマ出たいなと思って、で、うん、ただ単にドラマ出たいっていうのは失礼だから、何か自分でできることはやっていきたいなと思って、じゃあ一人で挑戦してみたいなと思って、芸人で一人芝居やってるやつがいなかったんで、うん、じゃあ一人で俺やるわって言って、一人で舞台やるわって、一人舞台で鍛えると、うん、いうので始めましたね。2015年から一人芝居を、うん。で、清田さん自身はどういう道に走ってるんですか。清田はそこから、まあ、絵を描いたり漫画を描き出しましたね。自分でジャンプに少年ジャンプの集英社行って、芸人とも言わずに普通になんか応募して、でなんか絵のノウハウを聞き出して、で一応芸人っていう片手までできませんよみたいに言われて、なんかそれが悔しくて一人で独学で描き出したみたいですね。結構ページは溜まってるみたいですよね。いつか世に出るの夢見てやってますね、はい。今だからその YouTube っていう、もう別に自分の責任で全てができる場所があることがやっぱいいですよね。そうですね。だからもう本当にもう今はなんていうんですかね、まあ自己責任の時代じゃないですか。何でもそうやと思うんですけど、今のこの世の中というか、うんうん、この今の風習というか、はいはい、なんかこうテレビは一回失敗した人間を使わないじゃないですか。はいはいはい、わかります。世間が許さないから、はい、でそれはそうだと思うんですよ。だってテレビはみんなで作ってるし、責任者が誰なのかっていう、一人で責任を負えないじゃないですか。プロデューサーじゃないですか。でも、はい、本当に果たしてそのプロデューサーが何かに対して謝る必要があるのかって言ったら、謝る必要はないじゃないですか、はいはい。だからスポンサー様がいてのテレビというものが、だからこのいくらプロデューサーが使いたいと思ってもこの人を使えないっていう、はいはいはい、じゃないじゃんエンターテインメントって俺は思うんですよね。いやでもこの人が使いたいって、この人がこの人と仕事したいって言ったら、それをやったらいいんやけど、それができないこの世の中に腹が立つというか。でも YouTube がいいっていう、まあいい、だからそこはできるじゃないですか。自由の発信の場なんで、 SNS じゃないですかこれって。そうですね。だから SNS 使って自分で何かを発信できて、もうそれでいいのであれば、まあそれでいいし、なんか本当にこの腐ったこのなんですかね、一度失敗した人を許さないこの時代が僕は嫌いで。で今僕は今あんま言ってないですけど、はい、ボランティアで少年院の慰問をやってるんですよ。講演会に行かせてもらってるんですけど、なんかそこでやっぱ僕の経験談を喋って、僕の考えを
言った時に少年たちからすごいこう感謝の手紙がこう送られてくるんですよ。それって誰かの助けに慣れてるじゃないですか。でも人って失敗すると思うんですよ。僕みたいなもんの考えで考えが変わってくれるなら僕はこれは行くし、まあ、そういうことをやってるといろんななんかこう犯罪に興味を持っていろんなことをいろんな人たちと話し出すんですけど、やっぱボランティアやってる人たちで昔悪かった人たちが多くて、で自分のお金で建てた寮にそういう少年に出た後にこう住ませれない住み場所がない子たちを管理している人たちもいるんですよ。で結局今の話につながるんですけど、ネットの記事とかそんなものだけで人を判断する世の中じゃないですか。僕もそう思うこともあるし、例えば何かの記事が出て、え最低この人って、でも本質をお前見たんか聞いたんか自分の目で確かめたんかっていう、でその少年に入った子で、親がいなくて、まあ、これ聞いてほしいんですけど、どう思いますかっていう、これは犯罪なのかどうなのかっていう、親がいなくて施設に預けられた小学校3年生の男の子がいじめられたんですよ、その施設の中で。中学校3年生のお兄さんに自分の下半身を舐めろと言われて、それは最初嫌だったんですけど、自分は母親もいないし父親もいないし、その愛を受けて育ってないから、それが愛だと感じてしまって、それがもうすごく虜になっちゃったんですよ。それが脳みそがそれがもう愛情表現と捉えちゃったんですよ。で自分が中学校3年生になって外出た時に、その小学校3年生の子に自転車こけてなんか物を拾ってもらって、お礼をしたかったんですよ。でその小学校3年生の子に自分がその時されたこのいい思いを差し上げようと思って、呼びでこっちおいでって言っていいことしてあげるっつって自分の下半身を舐めさせたんですよ。ただその小学校3年生の子とか親に言ってその子逮捕されたんですけど、これって犯罪ですかって、犯罪なんですけど、ニュースで切り取って聞くと小学校中学校3年生が小学校3年生に自分の下半身を変態って思うかもしれないですけど、お前本質知ってるかってこいつのっていう、こいつ親おらんねえぞって、それをこういう経験してきて本当に悪いことしようと思ってやってやった愛情を示そうとしてやったことがこんなことになってしまったんやけど、でもその子は今後どう社会に向けて教えてあげていかないかっていうのを真剣に悩んでる団体もいるんですよね、この元悪かった人たち。なんかそんな話ばっかり聞いてると、なんか本当に悪い人間っているのかなって思ったりして、なんか本当長いものに巻かれるじゃないですけど、ちょっと聞いた話をでっかい噂話にしてみんなで潰し叩いていく、妬みひがみのこの時代。たけれたけれたけれ心は殺すことある。だから僕は YouTube っていうものがあってよかったし、僕は僕でやりたいことやっていきますけど、でもなんかもう 何者でもいいかなって僕は今、今の42歳の僕はもう何者でもいいかなっていう、まあ、楽しいし、なんか本当に今なんかスイッチ入っちゃいましたけど、なんか嫌なんですよね。誰かを叩く風習というか、悲願で気持ちの悪いと思う、だからアンチなんてスルーみたいな、なんかその大森さんの歌詞に、分かり合えない奴らとはスルーでいいんですけど、でもそんなの嘘と、本当は分かってほしいんだっていう、だからこれを全部の人が理解してくれたらいい、なんか時代になるんじゃないかなって思いながらも、
発信し続けてるというか、なんかで別にいろんな人間いるから考え方がそれは分かり合えないですよ。でもそういう少年に入ってる子たちを頭ごなしに悪いやつらって思わんとってほしいし、本当に親がいなくて本当に貧しいからお金を盗んだ子もいるし、あの 悪を美化するんですかっていう人も中にはいるかもしれないですけど、美化して何が悪いって、お前の人生がおもんないから悲願でるだけやろっていう、お前やってみたんかって、お前いじめられたんかって、お前悪いことなんか一個でもできたんかって、別に悪いことすることが偉いわけじゃないけど、経験があった方が人の気持ちのなんか人の心分かるやろっていうか、痛さ辛さ分かるやろっていうか、なんかそんなことを日々思ってますね。なんかだから自分にできること、僕にできることをなんかこれからやっていきたいなと思ってます。だからYouTube もそうですけど、なんかあこれを面白いと思ってくれるのよって、だから続けたいし、でもそのさっき言ったその少年院を慰問するみたいなのは、逆にそんな、なんか言わない理由とかあるんですか？いや別に言わない理由とかはないですけど、別に言う必要もないかなって。あ、そう。でもなんか知られることによって、例えばですよ、分かるんですけど、いや北海道のなんかどこどこって地方の人がじゃあ佐田さん来てほしいっていうのが有名人に言って、うちの施設でもやってほしいなって思う人が増えたら、なんかそれは素敵なんじゃないかなって思ったっていうだけなんですけど。まあそうですね、なんかその、まあ、確かに全然いきますよ、言ってくれたら。そうなんですか。あ、どうでしょう。でもじゃあここ車のところ使ってもいいですよ、僕の YouTube の方が。全然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 、だからもう全然言ってほしいし、だからそうですね、伝えていかなきゃいけないんですよね。確かにあの、YouTube を作るとハレオとはちょっとなんか一線を隠す活動ではあるのかもしれないけど、いや全然全然全然、それをやってる、両方やってるのがなんかね、なんか人間的な、なんか魅力にだなって思うから、なんか別にちょっと照れはあるかもしれないですけど、別にまあ逆に自分が宣伝してもいいぐらいなんじゃないかなと思いますけど、別に宣伝、あ、言ってるってことは言ってますよ、言ってますけど、なんか別にその内容とか何を言ってるかとか、あの言ってはないですけど、だから今僕にできること、で結構その保護者になってくれませんかみたいな話も来てるんですけど、やっぱ僕の年齢じゃまだ早いし、60歳になったらやりますとは言ってますけど。あ、なるほど。それまで今もやりたいことですね。やりたいこともあるし、自分がやっておかなきゃいけないこともあるし、まあ人間いつ死ぬか分かんないっていうのが僕の本当にもっとルールというか、もう明日死んでも後悔しない生き方してるんで、もうそれはもう本当にもうマジで今殺されても俺はいいと思ってます。それぐらい毎日何か、後悔しないように生きてるんで、言いたいことは言うし、我慢する必要もないと思うし、なんか言うんですよ、子供たちから、やっぱ少年の子たちから言われるんですよね、大人って何ですかって質問来るんですけど、分からんって言います、世間的には我慢できるのが大人って言われてるけど、俺はそうも思わんくて、俺もいつか犯罪をするかもしれんってお前らと同じ、まだ今後ね、俺は更生してると自分の中で思ってないし、それは俺だってその愛する家族を殺されたら殺すよって、でもこの国ではそれは法律違反やと、でも殺すって、なんでか分かるって、その覚悟があるからって、刑務所に行って、刑務所に入ってでもその仕返しをしたいっていう鬱憤は、鬱憤ってその気持ちは俺は癖に変えれないから殺すと、でもこれは犯罪やと、でお前らもし犯罪するなら覚悟を決めてやれって、その覚悟もないくせに捕まったって言っていじけるなって、それやった責任取れって、自分で責任取れって、でもまだ未成年やからやり直しは効くから、やれよって言ってる。でもそうやって言ってるけど、俺は殺さんけどなって言ってだから、もちろん言いますけど、でもそんぐらいの気持ちあるから、俺がって犯罪を犯す可能性はねえから、別にお前らが間違ってるわけじゃないって、人間誰しもそうやって、
全員が偉い人間じゃない、俺神様でも何でもないから、もし何かしたら多分スピード違反もするし、ルールも破ると交通違反するって、もし交通事故で人を殺すかもしれない、そう分からんって、車乗ってる以上分からんことなんやけども、でもそれをやった時に責任を取れるか取れないかが人間やと俺は思ってるから、大人とか子供とは関係なくて、子供でも自分のこうやったことを責任を取れるならお前らはもう大人やって、って伝え出ます。いいっすね、素晴らしい、めっちゃ意味ありますね、そういう、その、いやあ、よかったです今日、ありがとうございます、なんかこんな、いや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 、いや素敵な、いやいや、ほんとなんか別に、じゃあ地上波に出てる芸人さんを別にけなさんじゃなくて、そんなもう意味のある活動だと思いますよ、こんな出たくないテレビに出るぐらいだったら、僕は、いや別にテレビ出たくないわけじゃないですよ、全然全然、別に誤解してください、出たくないことはないですけど、だから別にテレビに出なくてもできる、やりたいことはできる時代に突入したって思ってるだけで、だ別にその、いやだ僕 を望んでくれるなら出ます、だから三谷さんみたいに僕を望んでくれたじゃないですか、佐田さんにっていう少年院でもそうですけど、そこの時間があるのであれば、誰かが代わりが利く仕事であるのであれば、そっちに行ってくださいっていう、そのどうしても佐田さんが使いたいっていうのであれば僕は受けますよっていう、もうスタイルに4、まあ、去年ぐらい、まあ、コロナになって変わりましたね、もうだからもうやりたいことだけやって死んでいこうと思ってます、もうあのもうこっから考え方も変わんないでしょうから、もう思った通りに生きるし、なんかねえ、まあ、自分で今後もっと面白いことがね、どうなるか分かりませんし、夢はずっと見続けてもいいのかなと思って、はい、思ってますね。あれ、その、すごい、2回に分けますね。いやいやいや、1時間くらい経ってるんで。そんな回しました。でも、これで達成的な OK です。面白かったです。ありがとうございます。まあでも本当にあの最初あれ出した手紙、あれ。ポストで、あれ少年院の返信の手紙なんですよ。あ、そうなんですか、はい、すげえ、いいっすね、なるほどなるほど、へ、時間が、ね、ある時に、まあ、そのへー、すげえ、いや、繋がるっていうか、まあ別にあれですけど、そうですね、そのへー、あれと時間がある時は、その、なんか書いてるんですね、書いて、全部返信してやってます、全部いいっすね、手紙を、最高ですね、結構長いこと喋りましたね、はい、面白かったです、ありがとうございます、ありがとうございます、サクッと撮ってですか、あ、全然全然、はい、頑張ってつきますね、ありがとうございました、ありがとうございました、楽しみにしてます、はい、さよなら、ありがとうございました、ありがとうございました。